そこのところでどうやって補強するのかっていうところで、なかなかそこのところは思うようにいかないままシーズンを迎えて、不安定なまま多分戦ってたと思うんですが、この夏の補強で真ん中のルート抜け出しました。得意の形、細谷、いや最後大迫しのぎました。豊島のパス、ジエゴは自分で打ちました。細谷が真ん中割って絶妙なスルーパスでしたけど、大迫がしっかりと細谷のプレー読んでましたよね。内側にこう切り返すの分かってましたからね。はい、いうのは言いますね。あの間で受けるのは技術ないと受けられないですからね。そうなんですね。技術があるから。おーおー、シュート来た。ナイスキーパー、こぼれ球、ソティリュー、もう一回リブに渡って松本健太。さあ旗が上がってましたが、際どいチャンスでした広島、ね、抑えの効いたこれ、これは見事なシュートですよね。はい、体の強さがあります高峰、それに対して厳しい対応を見せます。川村、入れ替わった。マルコスジュニオ、中野真希さん、最後は左足ギリギリのジエゴのクリアです。片山です。背後に抜けた豊島へのパス、どうする、横に山田、前に山田が抜けた、山田浩太、角度ありませんでしたが狙ってきました。山田ボールをキープして、そこからですよね、うまくかかりましたね。はい、豊島がいいところで受けて、それを追い越していってね、これシュートですかクロスですかちょっとわからないですけどね、はい、しっかりなんか確認しましたけど、山田優斗を収めた、縦に差し込んだマテウス・サビオ、細谷を使ってヒール、マテウス・サビオ、ナイスキーパー、後ろから来たが最後先頭だったと思いますが、サビオ、そして細谷ですよね。この2人の関係見事ですよね。はい、最後中野とですかこれ。そうです ね突っ込んでたのは、これで試合終了の笛です。0対0、どちらも得点なく勝ち点1を分け合った形になります。